メディアを再生するセントルイス・ブルース。1929年、ベッシー・スミスはアメリカの黒人女性歌手。テネシー州チャタヌーガ出身。主に1920年代から1930年代にかけて活躍した歌手の一人。当時の黒人歌手としては大きな成功を収め、ブルースの女帝、ブルースの皇后とも呼ばれた。 建造物を揺るがすほどの圧倒的な声量と、芳醇な情感を保つ、歌唱力で聴衆を魅了し、偉大なブルースシンガーとして、現代でもその人気と名声は語り継がれている。近代アメリカのポピュラー音楽史上、スミスの存在は後に活動する多くの歌手たちへ、ジャンルを問わず幅広く巨大な影響を与えていた。スミスを尊敬したという歌手に、ビリー・ホリデー、マヘリア、ジャクソン、 ジャニス・ジョプリン、ノラ・ジョーンズたちが挙げられる。作品では、セントルイス・ブルース、どん底にあっても人は気づかず、ナンパ・ブルースなどの録音が有名。セントルイス・ブルースでは、ルイー・アームストロングが、コルネットの伴奏を務めている。スミスも作詞及び作曲を行い、2006年7月現在日本音楽著作権協会には35作品が、PD 状態として、確認。 登録されている。スミスは1937年に乗っていた車がトラックに追突するという不運な交通事故に遭い、近くの病院に搬送されたものの白人専用病院だったので受け入れをかたくなに拒否されたためたらい回しにされた。ようやくミシシッピ州のクラークスデールにある黒人専用病院に移送されたが、間もなくスミスは息絶えてしまった。 43歳坊ツ。ありがとうございます。